これはね、皆さんオートマチックなんです。これだってツードアなのにワゴンだよ。すごすぎる。ミラーこれやばい。だからスポーツカーですね。これが多分あのいわゆるカクカクのレンガのボルボの形の走りだ、はい、これ GT なんです。っていうことはレース用っていうか、いやあのおハンドルかっこいい。いやかっこいい。アメリカからも来てたから。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。こんにちは。いや今日やばくないですか。やばい。ボルボ60年代と73年この、うん、見たことないよ。いやとんでもない。たまたまサーフィンしようと思ってこっち来たらもう興奮しましたよね。じゃもう興奮してサーフィンやめてこっち入ってきて写真撮ってで写真撮らせてもらってそれもちょっと残りやりますけど、あの送らせてもらって勝手に、はい、ズーズーしく、いやとんでもなく興奮して動画撮らせてもらってますけど、そうで緊張しまくっていいですかって聞いたら急よくびっくりしました。まずちょっと自己紹介してもらっても大丈夫ですか。いいですか。どういうチームなんですか。はい、これはあのボルボっていうメーカーのだいたい今から50年から60年ぐらい前の作られたまだ丸い時代のボルボですね。明治。それは、はい、アマゾンっていう言われてる車なんですね。これアマゾンって言われてる。アマゾンたち。あこの人は違うんですけど、はいはい、あとだいたいアマゾンって言います。でちょっと順番にって言ったらボルボアマゾンっていうのボルボの、スウェーデンのボルボなんですけど、はいはい、アマゾンっていうシリーズなんです。230とか190とかそういうのないんですか。230これは何だっけ、122のアマゾン。のアマゾン、はい、何年式なんですか。何年式。66年66年ってことは僕が64年だから55年ぐらい前だ。あそんな感じですね。すげえ。うわちょっとだけチラッとね。あやっぱこの板のヘッドレストがないんですね。あ枕ないですね。おでもクーラーありますね。クーラーは後付けで自分ですけどね。あ自分で効くんですか。効きますよ。すごい。これはね皆さんオートマチックなんです。ミッションマジで。あじゃあオートマチックだ。多分日本に1台しかない珍しい。初めて言うし、音がない。オーナーちょっと出る。そのオートマチックっていうことはやっぱり、メンテナンスも大変なんですか。当時の3速ぐらいですよねきっと、うん、あやっぱりね。わあすごい。もうこれはフルノーマルで維持してんですか。いや違います。レストアしました。ああそういうことで部品はもう当時を再現しておるってことですよね。部品はねまだ出るんです新品の部品が。すごい、はい、これ皆さんとってもいいのは部品が手に入ることなんですよ。じゃあ自分で作んなくてもいいんだ。作るっていうのは日本のねあのクラシックカーの人は結構大変で、そう入らないとか高いとか言うんですけど、ものすごく値段も安いんですよ部品も。じゃあこういう部品も事故っても入るってことですね。はい、ここボルボ純正マークって言うのか。うわ、すごい。はい。うわ、何年式なんですか。60年式。名前もアマゾンなんですか。みんなアマゾン式ですね。ヘッドレストないし、もしかしてこの時代ってシートベルトもないんだよ。シートベルトもつけてない。だから捕まんないんですよね。捕まんない。でもたまにおまわりで捕まえます。知らんのかって言われて正しいことを言うと、世界で最初に3点式のシートベルトをつけたシリーズなんですよ。で今はこれはないから別にピンピンって止められてもこれはないんですよ。まあ、おまわりさんも知ってますよね。若いおまわりさんだとわからないで、当時の責任で。僕ミニクーパーの昔を乗っててコブラシートなかったんですよ、はい、やっぱよく止められました。でこちらがすごい貴重品なんですけど、これ変わってる。P1800 エステート。まあ、ここはシューティングブレーキですかね。あ、これだってツードアなのにワゴンだよ。後ろから見てもらえて。後ろ。もうかっこいい。超未来的な。これ未来的。これ。やば。すごくデザイン。すごすぎる。え、これは何？こんな荷物あるってことは現役でキャンプ行っちゃうんですか。ああ、もう行ってます。それ怖い思いしたことないですか。いや、大丈夫。もう整備しとけば壊れない。ああ、僕は心臓移植しちゃったもんですよ。エンジンは新しいやつ。あ、だったらもうなおさら。あ、そういうこともできるんですか。これ、まあ、ちょっと大変でしたけど、もともとが故障が多かったので。いや、今回これ本来はねちょっと下がってる、はい、あのクーペです。クーペのスポーツカーなんですけど、でも純正ですよね。あ、純正です。あのフェラーリでもあるじゃないですか、こういうの。
そういう感じですよね、ツードアで。デザインどこだっけ？これはイタリア。イタリアのデザイン。イタリア。デザインはイタリア。これシートはやたらかっこいいけど、これも変わってんですか？これはね、あのレカロに変えました。あ、やっぱそうだ。シート。綺麗だ、めちゃめちゃ。1800ES ってないでしょ、これ。4000台ぐらいしかないんですよ。ミラー2000台？ミラーこれやばい、なんかスポーツカーですね。そうですね。これ見えないね。おお、これ見え。見えないですこれ。これ見えない。これダクトも。これは何？あの熱がねこぼるんで、エンジンルームの熱を逃がす。スーパーチャージャーみたいなやつ。このミラーがすごい。これ、あ、1個で2個それ取れちゃったこれ何年式ですか？64年いや、僕と同じ57歳、今年8歳これはどうなんですか？年齢で言うと僕がね、僕67年生まれたんで、お兄さんですね。あ、お兄さんのことで、じゃあ自分より古いんですね。古いですね。うわすごい貴重。え、これはなんていう正式名は？これはステーションワゴン、222のさっき言ったのは何でしたっけ？アマゾンじゃなくて、まあ、アマゾンはアマゾン、アマゾンはもうステーションワゴンって、要はあの、はい、他はみんなクーペとかセダンなんですけども、この時代にこういうワゴンであったんですね。これが走り、これが多分あのいわゆるカクカクのレンガのボルボの形の走り、はい、昔はないじゃないですか、ワゴンしか。そうね、日本車でもそうだけど、うんうん、これがステーションワゴンのボルボのああいう形を決めた最初の。これは当時で言うと仕事で使うからワゴンなのか、なんでしょう。どっちもですよね。どっちもでやっぱファミリー向けの、ね、キャンプ動物んで、みんなでファミリーで遊び込む。当時のコマーシャルはそんな、そんな感じです。あ、そう。これシートもノンとオリジナルですか？これはね、多分後期のやつを載せ替えてます、ね。あ、なるほどね。これマットブラックにしたんかと思ったら、もうこんな感じ。すごいね。こうなっちゃった。シャビシック。そう、シャビシック。でもなんかこう見ると昔のアメちゃんのにもちょっと雰囲気ありますね。そうですね。やっぱボルボがアメリカに売ろうとしてたから、やっぱね、アメリカのマーケット意識した。この6年ぐらいのアメちゃんのフォルムを似てますよね。それのちょっとちっちゃい版ですよね。そうですね。で昔これでもっとねドローンと妖怪みたいなアメ車だったんだけど、後ろから見てみると羽がついてるんです。いや本当だ、これアメ車と一緒。本当だ。これこれキャデラックみたいなやつじゃないですかあ、でもみんなついとんだよ。そうですね。これワゴンだからね。アメリカを意識した。これも飛行機のデザインだしね。本当だ。ビュイック。ああ、なるほど。インスピレーションだ。でワゴンだから余計目立つんだ。ね、これもさ派手になってんだよ。なってるんだけど、そう。マジですげえ。いやもうすごすぎて、これ俺興奮してるから、これどうするの？10分で終わるつもりが大変なことになる。関西系。あ、関西から引っ越し、三重県から来た。あ、そう。僕車大好き。あ、そう。旧車はミニぐらいしか違った。これすごい。ちょっと長写していいですか？これは私の。これマジで。これは何年ですか？これは69年式なんですけど。で、同じ名前なんだ。これ GT なんですよ。っていうことはレース用っていうか。いや、あのグランドツーリングですね。はいはいはい。すげえ。え、当時 GT があったんですか？あったんですね。はぁ。1500台ぐらい作られてしかないんだ。じゃあアマゾンの中でちょっと別あつらえで、まあ、デラックスもあるんですけど、今でいうマセラティでもいろいろ GT ってあるじゃないですか。そういうノリですよね、グランツーリスも。はい、あの何スポーティーにも遊べるっていう意味ですよね。そうですね。あのツーリングもできるしっていうことで、ちょっと前から撮りますか。はい、これすごいよ。ガチやばい、ガチやばいよ。え、これはラリーカーではないですよね。標準で本来はあの GT なんとかってついてるんですけど、ノーマル。いや、それはね、失われたので代わりにつけました。あ、なるほどあ、でも標準もついてるんですか？標準がついてるのが GT のだろう、タコメーターとか。このシートはそれは多分張り替えてるんですけど、でもオリジナルも買ったんですよね、昔のやつが。あの外装と合ってますよね。ハンドルもやばい。え、これナルディってやつもしかして？ナルディじゃん、これあのルイージっていうやつなんですけど。へえ。ナルディライブ。ナビついてる、まあ、タコメーターがついてるっていうのと、はい、本当だ、メーターやばくね。昔のクラウンドがこうなんで。あ、そうです。横にこう伸びるんですこれ。ちなみにエアコンとかラジオは入る？あ、全部使います。うわすごい。聞こうんすか？え、ミッションですよね、これは。当然ミッションは4速プラス1速のまあ、5速型です、ね。ミッション見てめっちゃかっこいいよ。好き。汚いですか？いや、すごい。
しいで、こちらがまた、これは何年なの、はい、小泉さんの何年だ、66年。これも塗装は当時からですかだと思うんですけど、いやすごい、実はあのクラブの人からもらってきて、でもう1台またもらってきて、2台持ってるんですか、同じ人から、はい、これはいや、もともと3台持ってたんですけど、今持ってる2台なんですけど、これが2台を1個にしたんです。あ、2台部品引っ付けて、すごくだからさ、車好きには、俺の車好きってさ、中はフルレストアしてる、ピカピカ、外はあの全然ペンキ塗ってないですけど、中は全部ピカピカ。え、これは当時でいうソレックスとかあるんですか。これはまあ ICU、 まあ、うん、昔のね、ミニとかと一緒なんですね。ラットロッドですかこれ。目指してるんですか。これエンジンもコッコとか吸う音するんですか。はい、エンジンでかけたらまずいですか。聞かせてくれ、なんかちょっと調子乗ってしまう。ちょっと調子乗り出して、さらっとやるとか言っといて、調子乗った、調子乗って練習してください。いやだってこんな、おお、いやありがとうございます。これおもちゃみたい。これがいいのは、これはディーラーもんなんで、当時のディーラー、ね、60何人ディーラーがあるんですか。これ今はこれ北欧自動車っていう会社なんですけど、はい、実は柳瀬の中にあったんですよ、ね、昔のダーミン会社。柳瀬でボルボ売ってたの、これその当時のでディーラー車。いや、これもらう、これ本当にこれは何標準結構正規だ。これなんか中国製のいろいろそうやって組み付けて、そうですね、これ見てん、ファンも色塗ってあるんだよ。それはね、一応 GT 用のやつ。ファンはあの危険なので、オレンジと黄色に塗ることになってます。あ、テープかまない、かまない、回転するの。あ、そういうの、ジスとかの同じように ISO みたいなのがあって、中見た、ちょっと中見してやばいぞ、茶色で。ハンドルかっこいい。いや、かっこいい。これまだかっこいい。GT だからスポーツ用なんですね。ちっちゃいもん。あ、これは僕が変えてるんですけど。あ、最初はこういう風なんですか。いや、もっと違う GT ホハンドルっていうかっこいいのがあるんですけど、失われてしまって。うわ、もう、そういうのも買おうと思ったね。351で自分とか作ったので、作った、あ、橋だね、財政委員会作って直したんです。じゃあみんな仲間でいる部品を足し合うんだ。僕はこれ実は3代目なんだけど、ちょうど事故にあって、亡くなっちゃったのね、2代目が。その部品を全部取っといて、でこれはここタイヤとかなかった、全部ね、それを全部組み立てて、もうね、一生この車がやめれないっていうぐらい大事。やめさせないっていう人がいて、もうめげたからやめようと思ったら、やめさせないぞ。最後の1台だよ、やめさせないぞって言ったのがこれですね。なんかこれまたちょっと違いますね。みんな一緒にやってもらえないよね。で、日本で唯一121っていうシングルキャブのタイプ。あ、キャブが1個なんだ。今も変えちゃってますけどね、はい、だからこれが、西海岸から並行輸入で入ってきてる。でも西海岸でこの車があったらおしゃれすぎますね。これまた内装がすごいよ。え、これ左ハンドルだ。これ左です。アメリカから持ってきてたから。あ、そういうことだ。アメリカ仕様だから、やたら電装系が多いこの車。すごいよ。じゃあ、はい、あ、すいません。ありがとうございます。いや、めっちゃかっこいいし。電装系バリバリ。これな、皆さんみんなクーラーちゃんと効く、夏でも乗れるんですか。オーバーヒートもいけるんですか。うん、オーバーヒートっぽくはない。でもみんなあのメーターが似てる、一緒やん。ソロは一緒なんだね。ただシートがさ、やっぱり何年からでヘッドレストがつくんですね。68年から。え、だってシートベルトあるもん。何年か。シートベルトはもともと全部ついてるから。全部しなくていいんですよね。しなくていい人を取ったんです。うん、それ電子でしなくていい。あ、そういうこと。そういうこと、うん。だけど本来は標準で装備されてる。あ、65まではしなくていいとかあるんだ。よ、その40よね。そうか。だったら。じゃあ69とかだとしなきゃ捕まるとか。そうそうそう。あ、際どいんですね。今の法律で言うと、ついてる場合はやんなきゃいけない。ああ、だから なくちゃいいんですよね、確か。ミニも確かそうだ。当時の日本の車はついてない時代だから。あ、そういうことで、うん、
エンジン見てこれめっちゃ綺麗。メッキ部品だよ。これはだからキャブが1個なんだ。そうだ。マジやばくない？やばい。元々あのストロンバグっていうキャブ、あのさっきついてたあの SU キャブみたいな形のそれが1個ついてる。だけどこれはもうウェーバーに変えちゃって。これちなみにエンジンの中も洗車するっていうか磨く。みんなさん綺麗だもん。拭くんだよ。っていうかあのパーツクリーナー、あれでバーってあれでやると綺麗になるんだ。僕はマジックリンザーってかけて。いけるの？壊れない？洗う人もいるで。マジックリンで電気系に水かけても壊れない。大丈夫？いやその辺はあのダメなとこはダメです。なるほど。なるべくそういうところはかけないように。ああそういうこと。こういうとことか、うん、こういうとこはあのカバーして。そう。ああなるほど、ね。コンビニのレジ袋とかに。ああなるほどね。これエンジンを聞きたくないですか？エンジンを聞きたい。いやいいですか？ちょっとまだ調子に乗ってきとる。調子。これ排気音なんですか？これ排気音ですよ、後ろ。排気音。マフラーがすごい。やば。すげえ。え、これガソリンかな？これガソリンっすか？こっからガソリン入れるんすか？そう。おぉ、すごい。かっこいい。排気量はちっちゃいんですよ。2000cc。 あ、でも2000あるんだ。あ、1800なんだ。うわでもなんかちょっと長くあり、ここ見てんこれ、1になんかかっこいいね。いちいちエンブレムも全部がかっこいい。勉強になりました。スウェーデンの、ほんでこれはここへ突っ込んでるね。あどうなんですかね。後で変えてんじゃないですか。後で変えてんの。年代をね、こうやって。だって日本に入っていた時はミラーはない状態で入ってきて、で当時のディーラーの北欧自動車が穴開けてつけたからみんな車に寄ってそういうこと。すごいな。すごい。なんかすいません、ありがとうございます。無理言って本当良かったね。いや本当にありがとうございました。いやどうもありがとうございます。